こんにちは。ここは東京中央区日本橋交差点です。場所としては JR 東京駅からそう遠くはないところ。今日午前中東京で用事がありまして、その後この素晴らしい好天を何かに生かさない手はないと思い、ちょっと考えたところ、神田川クルーズという90分ほどの最高の東京観光の方法を思い出しましたので、前から気になっていましたが、今日はそれを楽しむために今日本橋へ向かっているところ。目の前に日本橋と書いてありますけど、あの日本橋は、上に書いてあるのは首都高速道路ですからね。日本橋というのはその下にある今自動車が渡っている橋のことです。首都高の下を通っている日本橋川、この日本橋のすぐ脇に桟橋が設けられていて、遊覧船に乗ることができます。ここが乗船の受付所、14時と札が出ていますが、1日に何便か出るんですけれども、前日までは予約することができ、乗船当日にはもう電話などの予約はできず、ちょうど直接乗船のところへ行って、もう受付をしてもらって、人数がまだ満員でなければ乗ることができるという方式。こんな風に様々な路線があります。今回は一番人気の日本橋川、神田川、そして隅田川を巡る神田川クルーズ、90分2800円の運賃です。残席あと1名って書いてありましたね。2名だったのが私が1人乗ったので、あと1名になったのでした。これが乗船の整理券と、それから乗船券です。本日は2020年の2月の2日日曜日です。さて、乗船の時間までまだ少し時間がありますので、これが日本橋、1911年だったかな、それぐらいに作られました。今ね、20代目になるそうですけども、重要文化財、お江戸の中心として栄え、その後東京の中心としてやはり栄え続け、現在は我が日本国の中心となっております。ここにこのような焼けた跡があります。使われている御影石はかなり頑丈な材質らしく、関東大震災も東京大空襲も壊れるということはありませんでしたが、しかし空襲の炎によりこのように焼けただれてしまった跡が至る所に見られます。このような歴史を伝える存在です。装飾は隅々まで大変立派。お獅子がおりまして、左足で押さえているのは旧東京府東京市のマーク、また日本橋と書いてあるこのプレート、この筆を取ったのは最後の将軍徳川慶喜だそうです。それでは日本橋川のほとりにある桟橋へ。この光景を見るだけでもすでに十分面白いですけどね。船に案内されるのは多分当日早く受付をしたその順番だと思います。船に乗るときは自由席なんですが、ただ前方など景色のいいところは早く行けば座れる、まあそんなことなんじゃないでしょうか。早速出発。日本橋の上の首都高速道路、上りと下りで分かれてますよね。日本橋に敬意を表してその真ん中を開けておくための仕組みだそうです。赤いジャンパーを着たガイドの方が詳しく優しく分かりやすく面白く教えてくださいます。これ日本橋の真ん中にこんなお獅子のついた石があるんですけども、石橋のアーチは真ん中に圧力が集中するんだそうで、それを一手に受けるのが真ん中の石、要石と呼ばれるものだそうです。これがもしポロッと取れてしまうと橋はガタガタに崩れてしまうそうです。しかしこの日本橋は大変頑丈で、あと1000年は持つそうですよ。それでは本日の工程を簡単に紹介します。日本橋を出発して西へ日本橋川を登ります。途中呉服橋、神田橋、一橋、まあそんな有名な橋がいろいろありますが、飯田橋の東側から今度は神田川に合流、 JR 東日本中央線各駅停車と並行するような形で、だいたい水道橋から浅草橋のあたりまでずっと並行し、そこから今度は隅田川に入ります。隅田川を北から南へ向かい、そしてもう一度日本橋側に合流して、最後は日本橋で一周、これでゴールという工程、全工程90分です。少し進んで今呉服橋の手前です。上には首都高呉服橋出入り口があります。東京駅八重洲口に一番近い首都高の出入り口が多分ここだったと思います。現在地を地図で皆さんにお知らせしますが、南西に東京駅八重洲口があり、北側に日銀の本店がある、そんなところです。呉服橋と書いてあるすぐ左側を見ていただきたいんですが、地図がちょっと色グレーになってますよね。その先がこんな感じですけれども、壁の様子もなんだかちょっと少し変わってるような気がする。これはね、昔この先に皇居内堀の方まで日本橋川が伸びていたらしいんですけども、昭和の20年頃に埋め立ててしまったんだそうです。そしてこの辺りは現在開発が大変盛んで、日本一高い高さ390メートルのビルを建設する計画などもあるようです。また、景色を見るのは忙しく、右側には日銀本店があります。大変立派な眺め、下からでもこんな風に見えるんですね。
そしてその手前側にはまた何とも古そうな橋があるわけですが、これは常盤橋といいまして、関東大震災の復興計画で作られた確かそういう橋だったと思います。でもすごいかっこいい橋ですよね、日本橋に匹敵をする素晴らしい橋だと思いました。ガイドさんが教えてくださったこの左側には渋沢栄一の像があります。この先にもう一つ違う字を書いて常盤橋という橋があるんですが、その橋の保存に尽力をした人であるからここにその銅像が立っているんだそうです。またちらりと写っている江戸城の建設の時代からか、まあ、もうちょっと後か、ちょっと私が見ただけではわからないんですが、昔からの石垣がちらりと見えました。右側には川鵜が来ています。東京にこんなものが普通に生息しているのがびっくりしました。こんな日銀の裏手ですよ。へえ。そしてそのまたすぐ近くで見られるんですけど、この石垣はいつの時代だったかな、結構ねこの石垣はいつの時代でみたいな説明もしていただけるんですが、全部は覚えきることができませんでしたね。そしてこちらが、明治時代の初期からずっとかかっている常盤橋、向こうにはすごいもう東京の一大ビル群が見えるわけですけれども、こちらに常盤橋と右から書いてあるこの橋は、東日本大震災で壊れてしまったので石を一旦取り外しもう一度組み直すというかなりの大工事をしたそうでした。現在その中の工事の様子がちらりと見えています。もうすぐ終わりです。これがね明治の初め頃に撮影された常盤橋の様子、確かに同じなんですよね。すごい眺めだな、こんなに全く変わっていない橋は変わってないのに周りはもうすっかり変わってしまいましたよね。時代が経ったものです。前方に東北新幹線が見えます。これから新常盤橋と JR の橋をくぐります。その前に画面の一番左側、高く積んである石垣がありますけれど、もともと江戸時代に神田川、それから日本橋川を作った時、どうもあのぐらいの高さまで石垣が積まれていたらしいということです。そう言われているとのことでした。左手、これがまあ丸の内の一番北側ぐらいですかね。また高いビルがずらっと並んでいて、もうすぐ脇が JR の東京駅です。今新常盤橋をくぐるところですが、これをくぐったそのすぐ先が JR の橋ということになります。上を通っているのは江戸通りなんですが、私もよくね、上野から東京まで歩いていくとかしたんですけども、その時にこの新常盤橋を渡って東京に行っていましたね。一回ね最短距離から橋を渡るために迂回しなきゃいけないんですよ。それからこちら JR 東北新幹線の高架、そしてその向こう、これは上野東京ラインですかね。それから多分昔あの機関車の入れ替えとかそういうのをしていたために使っていた東海道線の、今上野東京ラインの線路とか多分そういうのが並んでいる。そしてこちらずらっとあるのはおそらく山手線、京浜東北線、そして中央本線の高架。すごいですよね、こんな風になってるのが普段通ってる橋は。裏から見るとこうなって、実はねちょっとあの新常盤橋からあの中がどうなってるのか少しは見えていたんですけど、船の中からくぐると圧巻です。全部一つのこんな巨大な橋になって作られていたんですね。そして今レーザーポインターで示してくれていますけれど、ここにこれは要石とは多分違うと思いますが、こんな感じ動輪の紋章が書いてあります。国鉄のシンボルたる動輪、まあ、当時は鉄道省でした。真上を今中央線快速電車が通過中、鉄道マニアには大変嬉しい眺めです。でこの橋の眺めなんですが、あのちょっと前にですねこの、JR の高架のすぐ脇に流館なんとか橋とかいう新しい橋ができたそうで、桜橋とか言ったかな、そこからこの橋の様子地上からでも眺めることができるようになったそうです。あ、この今映ってる橋ですけど、これ知らなかったですね。これがなかったからもうちょっといちいち迂回とかして歩いてめんどくさかったんですが、便利な橋を架けてもらったようです。では改めて現在地を確認しておこうと思います。神田橋ジャンクションの今下のあたりまで来ています。この先西に進みます。神田橋インターチェンジ、一橋インターチェンジの下を通り、さらに首都高5号池袋線の下を進み、飯田橋の東方で神田川に合流します。なおこの日本橋川は神田川の支流であるということもここで改めてお伝えします。今この辺が多分神田橋インターチェンジだと思いますが、この先に神田橋も出てきますよ。で左側にこんな風に石垣がゴロゴロ並ぶようなエリア、これも結構江戸時代の初期からの、もしかしたら日本橋川を作った頃からのものなんじゃないかと、そんな話があるそうです。これも昭和の初期頃に架けられた橋。こうやって見ると東京の橋って相当古いものがいっぱいあるんですね。川から見るともう古いものに囲まれています。そしてこれが今から渡る神田橋、これはもう最近になって1980年代頃に架け替えられた橋だそうですが、大変歴史のある橋で上の自動車車線も多そうですよね。なんか大江戸から、日光街道方面に進む将軍が、この神田橋の上を通って行列で進んでいったということです。さて左前方に見えておりますのは
これが気象庁、まあ、この辺には気象庁がありますけども、桜の木が植わっています。今は違うんですけども、東京の桜の開花予想を始めた時、最初にその予想の対象とされたのが、あの大きな一つの桜の木だそうです。そしてまたこれも大きな橋は錦橋といったかな、ちょっと橋の名前間違っちゃってるかもしれませんが、昭和の前半頃に架けられたまた橋で、さっきまでの橋と結構構造が似てますよね。昭和の前半に作られたというのは要するに関東大震災とか、まあそれの兼ね合いだと思いますが、随分装飾をされていて立派な橋でした。さて左肩に石垣がずらずら並んでいるエリア、田んぼの田のような文字が見え、他にもいくつかマークがついているのがありますが、これは天下武神と言いますけど、あの将軍、まあ、徳川家が、こういうことで仕事をしろ工事をしろと言った時、それに従った大名が自分の手柄であるということを示すために、そこに書いた、印だということです。だから田というところはすごいいっぱい頑張ったんですよね。今渡っておりますのは一つ橋、一つ橋は近くにあの一つ橋家とかね、あの御三橋の一つの、屋敷があったんですが、で下も、見るとリベット打ちで、これもまた関東大震災の後に、戦災復興で作った橋であるらしいことがわかります。ちなみに一つ橋大学って大学があって、今東京の西の方にありますが、昔はこの一つ橋の近くにあったんだそうですね。ずっと高いところは道路で関東されます。そして奥は書類も取られて建物などが作られるように。あと一つ、地下6メートルにオリジナルの石垣残ってるそうです、この中に。それだけ外越し深かった。この辺りの石垣はちゃんと元通りの形になるようにと、まあ、石を詰めたりして状態はあまり良くないらしいんですけれども、裏にセメントが注入されたり頑張って維持をされているそうです。ここはね、一つだけ全然作り違いますよね。これ三人組という組み方で、ここは容易な手で動いてないと言われているところ。今説明がありました通り、あそこの角の部分はどうもこの日本橋川を作ってから400年動いてないんじゃないか、そんな話があるそうです。さて今キジ橋を渡っております。下にはリベットがずらずらずら、集合体恐怖症の方はねちょっと見ていてあの恐怖を感じるかもしれませんが、これ板をさまざま組み合わせて作っているようですけど、あのこの当時これもまた昭和の前半に作った橋だそうですが、一つ一つの鉄板は同じような厚さで、太い部分についてはその鉄板を重ねて厚くしているという構造だそうです。これも関東大震災で落ちてしまって橋を直し掛け替えた時の、ものです。そういうものが非常に多く、関東大震災という震災がいかに東京に影響を与えていたかがよくわかります。これで今日本橋川をすべて通り終えました。これからは本流である神田川に合流します。で神田川は今度下流方面に進むということになります。進行方向の右手が水道橋です。現在今日本橋川の一番終わりのところ、左側に桜並木、その向こうには高い新しいビル群と綺麗な街が広がります。ここにはかつて国鉄の巨大な駅がありました。 JR の駅でもありました、飯田町駅というところ、すぐ脇には飯田橋がありますが、ここは出版の拠点となっていて、そこから出版物を貨物列車に積んで送り出していたんですね。その貨物駅も、私が生まれたちょっとあと1999年かなんかに役目を終えて、現在では全てビル群となっていますが、地図には当時の敷地名残があります。そして、前方 JR 中央観光線が走っているのも見え、その向こう側に神田川が並行するという格好です。さてここまで来ていよいよ首都高5号池袋線が頭上から離れ空が広くなりました。見ると上から何かこちらに写真を掲げています。なんでも本日この船の舵を取っている船長さんの写真を上から見せてくれているんだそうです。多分この船の関係の方なんでしょうね。そして中央観光船快速船の橋脚、その橋の下を通ります。橋脚はないですけど、これ橋台というものですが、橋を支えるためのもの。手前側がレンガ造りで古いですよね。中央快速船の方が古い線路であるということを示しています。ここでまた一つ橋をくぐります。そしてこれから先いよいよ神田川に入ります。左側、こちらが神田川の上流です、まあ、現在地この辺なんですけど、神田川をずっと西に進みますと、井の頭に至るそうです。結構神田川って長い川なんですね。そして、右側、この船が今から進んでいく東側は、神田川のもうすぐ終点が近づいておりまして、神田川の終点は隅田川、隅田川と合流して終わりということになっています。いつも中央線から神田川を見下ろしていて、でそこにたまにね観光客を乗せた船が通ってたんですよ。あれ乗ったら面白いんだろうなと思ってたんですけど、ついに本日その夢が叶います。
早速見えてきました大きな建物、これ聞いてびっくりしましたけどね、ゴミの集積所だそうです。千代田区と中央区で出てきた大量のゴミをここに集め、それをもう車で運搬するというのは大変なので、ここでドサドサドサと下に落としてですね、船に乗せて、ゴミの運搬船を、東京湾の方まで運航し最終処分場へ持ち込むということです。こんなことやってるんですね。本日はゴミを運搬ではなく、ゴミを外へドサドサドサと出すための、まあこの管みたいなのがありますけど、それの整備作業中だということで、たまたまそれを下に下ろしている光景を見ることができました。確かになんかゴミの船の目撃情報とかありましたね。でそれからこちら行楽橋ですが、そこにまたさっきの方がですね近づいて船長さんの写真をまたもう一度別の写真ですね、見せています。まあこれ要するにこういう風にこう近づけるぐらいにこの辺りはたくさん水があって、東京がそれだけ水の町、水の都であったということでもあるわけですよね。そしてこの行楽橋の下に大きな穴が開いていますが、これは東京大空襲の時であっていたでしょうか、爆弾が落ちて、あそこに貫通し、また下にも爆発したんですかね、かなり傷のついた跡があります。左後方、東京ドームシティがちらりと見えました。後楽園球場も近いところ、この前方には駅の名前にもなっている有名な水道橋があります。この脇を走っている中央総武観光船は、私の知る限りで廃止になった駅も含めると飯田橋、水道橋、昌平橋、万世橋、浅草橋と橋のつく、名前の駅がですねこれだけたくさんあります。水道橋駅も結構古いですよね。戦前に作られてもうそのまんまなんじゃないですか。こちら水道が外へバシャバシャ、こちらが水道橋の遊園、なるほどと思いましたが、それはねそういう風に案内を受けたんですけども、ジョークだそうです。でそれはジョークなんですが、左側にすごいものが見えましてね、あこんなのあったら知らなかった。神田川は、増水すると洪水を街に撒き散らかす危険性もあるので、この脇にですねこんな風なものを設けていて、もしここが増水するとなったらこちら側に水を流し水位上昇を防ぐという仕組みになっているそうです。それからまた今こちら側をガイドさんが指さしてくださっていますけれど、上に何か石碑などが立っていますが、この上に江戸時代パイプが通されていたそうです。昔はこんな風になっていたんですよと、物を持ってきていただきましたが、これがそう、これで、まあ、上水道ですよね、江戸のあちこちに水を配備するための仕掛けがあったということです。それはちょうどこの辺り、昔の神田川がこのような様子であったこともわかります。昔は渓谷だったんですね。今もそんな嫌いはあります。で旧一条と書いてありますお茶の水駅の城内信号機、もう間もなくお茶の水の駅、船もお茶の水に近づきます。前方に見えている橋が大変有名なお茶の水橋で、この間私がお話ししましたお茶の水橋の道路を見てましたら、下から線路が出てきた、まあ東京市電の線路ですね。というわけで本日もこの上にまだねその線路はむき出し状態だったらしいんですけども、多くの人がきっと来て線路に向けてカメラを撮っていたに違いありません。これを過ぎるともうそのまま直結して JR 東日本お茶の水駅ということになります。お茶の水駅はただいま改装工事、改良工事の真っ最中です。もう改装なんていうレベルではありません。中央線がちょうど入線、その上に見えるお茶の水駅はこれもまた昭和一桁年代に作り、関東大震災の影響で、移設をしたということです。非常に狭いところにあってエレベーターなどがつけることできなかったらしいんですけども、近頃の技術では、駅の上にビルを建てることもできるようになりました。前方には地下鉄丸ノ内線も通っています。その上には電気が通っていません。丸ノ内線は、車体の脇から電気を取る仕組み、だから東京のこの独特の空を映すことができる、なかなかかっこいい映りですよね。説明することはあまりにも多いのですが、右側にこれ足場が組まれています。これお茶の水駅の工事のための足場です。お茶の水駅の地盤が弱い、そしてまた物を置く場所もないということで、わざわざこのような足場を作り、そこに作業用の車両などを持ち込んで、そこで今工事をしているのだそうです。終わったら解体するんですね。そしてこちらお茶の水橋よりももっと有名な聖橋、聖橋はかっこいい橋ですよ。もう東京の中でもこれほど象徴的な橋はあまりありません。中央線の電車が聖橋を突き刺しています。中央線はこれから右へカーブして神田、そして東京と、まあ、さっき私たちがくぐってきた橋の方へ進みます。でその下、地下鉄丸ノ内線も入っています。丸ノ内線がここで地上に現れるのは、昔ここが普通に地下だったから、まあそういう風に考えるのがいいかもしれません。江戸時代ここは普通ただの地下だったんですが、そこを改削して川を通し、まあ、洪水対策、水運便利にするということをしたわけですけども、だから丸ノ内線がずっと地下を走っているところをここで地上に現れるということになったわけです。神田川の左側、素晴らしい景色ですね。このお家が並んでいるところ、あなたはもう忘れたかしら、なんかこんな歌があるっていうのは、それぐらいしか私は知らないんですけども、
その歌の雰囲気にも結構ぴったり合ってるんじゃないかと思います。そしてこちら中央総武観光線が、また私たちの上をまたぐわけですが、この橋も結構古いんじゃないですかね。多分これもまた戦前ぐらいのもの。そして向こうに見えております聖橋、振り返ると奥に病院が山脈を作っています。どれも素晴らしい眺めです。そして総武線各駅停車が、進行方向左側に分かれていくと、ここに、赤レンガでずらっと並んだ場所があります。これ私もよく知らなかったんですが、ここに昔駅があって、その名残だそうです。昌平橋という駅、中央線では廃止になりましたが、ここにもちろんその元となった昌平橋はあります。この先有名な万世橋駅もすぐです。だから私もよく分かってなかったんですよね。まず左側が秋葉原、ところでちょうどその万世橋のあたりで、さっき水を分ける、洪水対策のための穴がまた出てきました。あそこが、別の流れのゴールというわけですね。そして右側、かつて中央本線の起点として活躍していた万世橋駅があります。もちろん万世橋はなくなってしまいましたが、現在でも JR の、線路工事とか、それからまああと訓練とかね、やるようなスペースとして当時の駅の名残は残っています。東京駅を設計したのと同じ辰野金吾が手掛けた大変立派な駅舎だったそうですが、こちらも、関東大震災で崩れてしまったんですよね。確かそうだったの。でそれから、それに続いてじゃあ交通博物館を併設するということになって、その次の駅が、この万世橋駅の脇に交通博物館とともに作られました。その脇には万世があって、博物館に行った帰りよくあそこで食事をさせてもらったといつも視聴者の皆さんにお話ししています。そしてこちらがそのモデルとなった万世橋で、この下を通っている、東京地下鉄銀座線の建設と、この万世橋の建設は、完全に並行して行われたそうです。で銀座線が、万世橋を支えているとか、確かそんな話だったような気がしたな。左側には万世橋のなんかこう謎の部屋、小部屋があって、あれはなんだみたいな話をよく友達と上野でしたのを思い出しますね。現在地はこの辺り、今この船のいる真左が秋葉原ということになっていて、これから先、JR 東北新幹線や上野東京ライン山手線などをくぐります。これがちょうどそうです。上野東京ラインが急な坂道を下ってきているその様子がわかります。上野東京ラインは、ここから先走る場所がないので新幹線の上に行かなければいけません。そのためにこの橋の神田川の真上を通って急に上の、勾配を登らざるを得ないということになるんですね。一方で山手線などが走っている、通っている橋は結構古い構造の橋のようで、ここにもこんな金目石みたいなものがあってですね、これは石橋とかではないと思うんですけど、どうなんですかね。私もあんまりわかんないですが、石製なのかな、表面を塗っていてわからないようになっているだけなんでしょうか。なんかそんな感じがしますよね、こうやって見てると。そんな古いものが東京の重要な生命線をつないでいる。なかなか感動的ですよね。上からでは見ることができません。そしてこちら上から振り返ると、この石橋の上に上野東京ラインが這い上がっているのが見えます。ああいう際どい走り方をしてるんですね。そして最後に東北新幹線をくぐりました。右側には霊源新たかな神社、これなんていう名前だかちょっと忘れちゃいましたけど、なんかありましたよ説明が。ごめんなさい、これしか覚えてない。そして今お茶の水方面を全て振り返っています。東北新幹線が左から右へ通過していくのが見えました。本当に素晴らしい眺め。そして右側、ここはですね、右側にあのこう川の壁があるわけですけども、今ビルの1階が見えているのが分かります。一方で左側、これビルの1階が隠れてますよね。つまり川の右側と左側で勾配、標高が違うということが分かります。まあ、もっと言えば川の左側の方が標高が低いわけです。だから、堤防の高さを同じにしようとする、堤防というかこう、壁の高さを同じにしようとすると左の方が、高くなるわけですが、これは江戸時代、江戸の中心、お城の方に、増水があって水が行ってしまうと困るんで、庶民が住んでいる方に水を流すために、川の左岸を、高さを下げるということをしていたそうです。これから先前方に屋形船なども見えてきました。これは三倉橋っていうのかな。この橋については私はちょっとあまり存じ上げないんですが、左側にあるこの謎の建物、なんか怖い、これ刑務所かなんかこんなところあったっけなと思って、これはですね、昔この神田川が非常に汚かった時代の名残で、こっち側に窓などつけたくないというふうに思われていた時が結構あったらしくて、結構汚いって話でしたね。その時を今に伝える建物だそうです。だからこちら側なんかもみんな見ずに、窓をつけずに生活するということでした。さてこちら今屋形船がね少し流行ってますけれども、それの基地となっているようなところで、ここではねこの神田川クルーズも、声をあまり、出さずに、ちょっと静かめにゆっくり航行しようということになったんですが、こちら側にまたいろいろと船がありまして、警戒線とかね書いたんですが、この船どうやって向かうんですかね。ここにパイプがあるんですけど、これ多分くくりつける用のパイプだと思うんですが、どうやってこの船に乗るのかが私わからないんですよね。
はしごとかもないじゃないですか。この船を出したかったらどうやって向かうの？わからないんですけど、もうともかく、ここで今ですね、屋形船の、整備というよりあの待機をしていまして、これから先、船出をするための仕込みなども行われています。前方は、中央線総武線の駅の名前として有名ですね、浅草橋。右側にはなんか江戸時代からあまり雰囲気が変わっていなさそうな、伝統的といいますか、そういう光景が続きます。真上を飛んでいくのは東京都の鳥、ゆりかもめです。この時期にしかやってこない渡り鳥なんで、今柳橋を過ぎました。これをくぐりますと前方に見えてきましたのは、いよいよ大きな川、隅田川です。これまでの川とは随分雰囲気が違います。水の量も大変多いし、風が吹いて、川自体に波が発生しています。左側が浅草、東京スカイツリー方面です。今この時間、屋形船の準備などもしています。大きな橋は総武線各駅停車お茶の水線の橋です。山手線で使っていて、最近総武線に仲間入りした総武線の電車がやってきましたが、ここから見る電車なかなかかっこいいですよね。いつもあそこからスカイツリーを眺めるのが絶景だと思っていましたが、やはり川の上から眺めた方が、おお、そんな感じはします。向こうには浅草が見えます。いわゆるなんとかビルとかね、そんなものが続くわけですが、今度これまで通ってきた神田川を振り返って進みますのが隅田川。渡るこの橋は両国橋と言います。これもまた随分と立派な橋です。これも多分関東大震災の時になくなってしまったので作り変えた。まあそれはこの鉄板とかね、骨組み、リベットなどを使っている橋だということから推測すればいいんだろうと思いますが、この先ではですね、現在地が今大体この辺赤く囲っているところなんですが、上側の橋、両国橋をくぐったところにおりまして、隅田川を下った後、最終的にはもう一度日本橋側に戻るということになっております。その時また現在地については改めてお知らせをいたします。この隅田川というのはもともとお江戸の境界的な場所であったらしいんですが、明暦の大火かなんかの時に、じゃあもうちょっと江戸のエリアを広げ開発しましょうということになって、隅田川の東側まで江戸に含めることにしました。でその向こう側に水運をやはり巡らさなければいけないということで、この立川という川を作ったそうです。そこの隔たりがこの立川水門。この向こう側に多分水が大量に来てしまうと、あそこが沈んでしまうから、そういうものが設けられてるんでしょうね。立川というからには横の川もあるんだそうですよ。でそれから向こうに松尾芭蕉がいますけれど、松尾芭蕉がもともとこの辺り深川の地から、奥の細道に出発をしたので、住める方は人に譲りてっていうのはここにあったんでしょうね。その、記念の、像が作られているということです。なお向かう側にあんな風な、橋がありますけども、あの橋はですね、関東大震災の時に最後まで落ちなかった橋だそうで、多くの人の命を救ったものでもあるということです。この向こう側には御泣川というのがあります。ずっと進んでいくと、総武線の越中島支線御泣川駅っていうのが昔あったそうでして、鉄道とも連絡をしていた、昭和の時代まで、水運で、人々を支えた重要な川でありました。だんだん南下をしてきまして、今隅田川のまあ大体こうなんていうの、ロイヤルパークホテルとかですね、その辺まで来ているわけです。今御泣川を、この丸の右上のあたりに見ておりますが、この先吊り橋をくぐります。この吊り橋は私名前を忘れてしまったんですけど、確か清洲橋で合ってましたかね。間違えたら申し訳ないんですが、これ吊り橋って言ってもと思ったんですが、確かに上から吊っています。なんかドイツの鉄道用の橋の作りを真似て作ったらしいんですけども、シンガポールにもね、確かにダウンタウンにこういうのがありましたけどね。昔の吊り橋はワイヤーで吊るという方式ではなく、鉄をこう左右に通してその下に、吊るこの縦のものを用意する、そういう仕組みだったらしいんですね。こういう橋の吊り橋もあるんだ、だから面白かったですが、ちょうどこの清洲橋の真ん中から東京スカイツリーを見て、ここがシャッターチャンスですよ。みんなが写真を撮れる時間も用意してくれました。そしてもう間もなく船は神田川に戻るんですが、この前方東京佃が、あります。佃はもともと造船所が江戸時代の幕府時代から続いていたんだそうですけども、現在はこれを、居住エリアに改めまして、真ん中の島のところにですね、タワーマンションがたくさん建っております。ちなみに佃は佃煮の佃で有名ですが、佃煮は別になんか東京佃の発祥であるかどうかというと、それは何とも言えないそうです。
まあ、全国でいろいろ佃煮みたいなものがあったんでしょうね。海苔の佃煮ぐらいは、まあ、江戸でよく昔から食べられてたんじゃないかと思いますが。さあ、これから日本橋川に入ってまいります。日本橋を我々が出ることも、これから先日本橋川にまた戻ります。ぐるり循環するルート、このまままっすぐ行けば最後、先ほどの日本橋の脇に到着できるわけです。さて、この辺りは昔から醸造物の、お店が続いていたところだそうで、まあ呉服橋とか言えば近くに呉服店があるみたいな、そういうもんですよね。現在でも蜜柑の、こういう工場とかですね、まあ、他にもそういう醸造物の会社がずらずら残っているという、昔からの歴史を伝えるようなところでもあります。蜜柑と書いて、ブランドをこちら側にアピールしています。川の人向けのアピールのようです。こちらには港橋と書いてあって、結構新しめの橋のようですが、やはり歴史を背負っているのだということを感じさせます。右側に帆船の絵が書いてありますけれど、まあ、昔この辺りで行き来していた、あの多分水運のための船、それをここレリーフで残してるんですね。さて、進んでいきますと、また首都高が上から近づいてきます。これまた多分カモメとかユリカモメとかウミネコとかカワウとかですね、あの鳥の詰め合わせセットみたいなのがここにずらりと並んでおりまして、あの東京の名物鳥たちです。茅場橋っていうんですか、この橋はあまり私知りませんが、茅場町っていう東西線かなんかの駅がありますよね。ちょうどこの辺東西線走っているようなエリア、この辺私もあまり来たことがありませんので、ぜひ今後開拓したいところです。左前方に見えておりますのは、東京証券取引所、ここにあったんですね。ここは鎧という地区だそうですが、あそこが正面玄関、川の下から見上げることになっています。その前方に見えておりますのが鎧橋という橋です。随分大きな橋ですが、橋自体はそんな古くなさそうですけど、下を見るとこれ明治時代かなんかにかけられたもの、ずっとレンガもそのまま頑張って作ってるんですね。結構古いと思うんですが、反対側も石が積んであったり、この石ももしかしたら相当昔からのものかもしれないという話でした。東京の水面から見ると本当に古いものだらけですよね。むしろなんか江戸時代がまだそのまま生きてるなみたいな、そんな感じなんですが、当時お江戸の大規模な物流といえばもう水運が一手に担っていました。現在は水運というのは多分東京でほとんどないと思いますけれど、しかしその上を通っている首都高速道路、これが江戸時代からの歴史をまた今に伝えてくれている感じでね、私はこの首都高が大好きですね。川の上を走っているというこの様が、この左側、今ではもう行き止まりというかただの壁になっていますけれど、昔はこの首都高が通る前は川があって、その上を埋め立てて高速道路としたんだそうです。だから昔はここからまた左に行く道があったというわけです。これもまたね、川の形を首都高が通っているというのは、ね、非常に江戸時代らしくて私はいいと思いますね。またこの前方、このビルがくぬっと曲がってますけれど、このビル相当古いものだそうで、首都高ができるよりもかなり前からあるんだそうで、当時の川の形に沿って丸みを帯びています。またこのビルの下側にこんな丸い出入り口がありますけれど、昔はここから荷物を積んだり、まあ下ろしたっていう場合があったのかな。そしてこの日本橋側と接続をしていたんだそうです。そしてこれから渡る橋、失礼、くぐる橋が江戸橋です。江戸橋もまた首都高のあるからよく聞きますが、真ん中のところは石で作られていて、橋自体はこれはやはり、戦災というか震災の復興で作られたものなんですがね、リベットがたくさん。そしてその向こうに見えますのが日本橋です。これからもう一度この船は日本橋をくぐり、そして最後船着き場に戻るということになっています。カワウがまたおります。その脇に別の鳥もやってきておりますが、結構そういう風な、こんな光景って東京で普通に見られた、もう面白いことずくめだったな。人生でね、これほど短い90分はなかなか経験したことがなかったので、皆さんもぜひ東京に住んでいる方こそね、この日本橋クルーズ、神田川クルーズ、いろんなシリーズがあるんで、皆さんに楽しんでいただきたいと思います。さて、もう一度くぐる日本橋、そしていわゆる日本橋と呼ばれるようなエリア、三越の本店などの方面も見て、今進行方向を切り替えました。この日本橋は日本の道路の中心として現在でも言われています。まあ、今は確か法律上もう道路原票みたいなものを作る必要は確かなくなったはずなんで、多分法的に道路の起点であるということはそうなんですけども、なんかここが中心とかいうのはなくなったのかもしれませんが、それでもね、これまた日本橋道路原票っていうのはここの上にも用意されていて、高速道路からでも日本の道路の中心が見られるようにと、2つの高速道路の間を分けて、わざわざこのような作りにしたんだそうです。それからエージャンハイウェイと書いてありますけれど、これは東京を出てイスタンブールかなんかまで行く、高速道路の国際ルートのここが起点であるということも示しているのです。国際道路、海を渡ってここをゴールに設定してくれるなんて大変光栄です。左側、これこのような、ボコッと穴が開いたりとか焦げついた跡があります。
これは爆弾の跡かなと思ったんですが、そうではなく、関東大震災の時、この下に逃げていた船に延焼して、その船が日本橋の真下でひたすら燃え続け、御影石が真っ黒に焦げたのだそうです。その歴史の跡がこちらには残っています。東京は本当に歴史の塊であるということが分かったし、これほどの大都会に歴史的なものが残っているということがまた面白く、この日本橋の上を首都高が塞いでしまっているというこのこともまた、私は日本の昭和の時代、高度経済成長を私たちによく伝えてくれるものであると思っています。大急ぎで首都高を建設しなければならないほど当時の日本は世話しなかった、そういう日本橋、日本のシンボルたる橋もその犠牲にならざるを得なかったということがよく分かりました。だから私はね、その忙しい高度成長時代の名残として日本のシンボルたる日本橋が高速道路に隠されているこの景色もまたそのまま保存しておくべきだと思うんですよね。大変歴史的な光景だと思うんですが、しかし5000億円だからすごい金額をかけて首都高は地下に移設されるようです。まあ、それもそれでいい景色がまた再び取り戻されるだろうとも思うんですけどね。向こうにありますが、昔からある店、寿司さだというものが急に目につきました。昔からある店、あ、なんか行ってみたいなと思う素晴らしい売り文句です。昔ここには魚河岸というものが並んでいて市場の役割を果たしていました。しかし関東大震災で全て壊滅してしまいました。その後東京築地に中央卸売市場ができまして、ここにあった魚河岸のところには後でお寿司屋さんが並ぶということになったんだそうです。その時大正時代にここに出店をしてからずっとここに残っているのが寿司さださん。平日にはランチタイム結構安いお寿司も食べられるそうです。今日はお休みの日、3800円で上寿司 1.5 人前を頼みました。うちはもう銀座で出してもおかしくないようないいネタを使ってるんだよと、そしてまたただいい魚を仕入れるだけじゃなくてそれ一工夫して美味しく作ってるんだよと店の人に教えていただいたんですけど、本当にねそれは説得力のある美味しさだったんですよ。そしてもう寿司といったらこれが欠かせない小肌、江戸時代は東京湾で獲れるお魚を握って出していましたんで小肌っていうのが寿司の代名詞だったんですけども、あ、この人はなんかこう私が偉そうに言うのもあれですけど本物の寿司職人さんなんだなと、美味しくパクパク食べて、そしてまた来ますと言って出てきました。いや素晴らしいところでした日本橋。ぜひね皆さんにもこれをこのまま真似していただきたいですね。日本橋クルーズの会社に電話してですね、神田川クルーズ90分コースを頼んで、そして、それでお腹まだお昼ご飯は食べなくていいですから食べないでお腹を空かせた状態でお腹が空くのも忘れるぐらいに面白い、神田川クルーズを楽しんでいただき、そしてお腹が空いていることを思い出したら日本橋の寿司たださんでうまい寿司たらふく食べて、そして帰ってみてください。最高の東京観光ができると思います。自分の地元がこんなに素晴らしいところだったことに改めて気づかされ、また東京が好きになりました。どうも皆さんもご視聴ありがとうございました。